ドレッド・スコット対サンフォード事件。ドレッド・スコット対サンフォード事件。A、ドレッド・スコット V ・サンドフォード、またはドレッド・スコットケース、またはドレッド・スコットディシジョンは、1857年にアメリカ合衆国最高裁判所で判決が下された、アメリカ合衆国の歴史の中でも転換点となった事件である。この判決は、 アフリカ人の子孫が奴隷であるか否かに関わらず、アメリカ合衆国の市民にはなれないとし、アメリカ合衆国議会は、連邦の領土内で、奴隷制を禁じる権限がないとした。判決主文は最高裁長官のロジャー・トーニーによって書かれた。この判決は、いわゆる血を流すカンザス紛争の側の肩を持ったことになった。ボーダー・ラフィアンズたちは、カンザスが自由州になると、 水売り州からの逃亡奴隷にとって天国になる子を恐れていた。判決は奴隷制度廃止運動家を激怒させた。奴隷制に関する論議を二極化することは南北戦争に導く大きな要因になったと考えられている。1850年は逃亡奴隷取締法が罰則付きで強化された年であり、奴隷制に関する対立は激化していた。この判決の一部は アフリカ系アメリカ人の市民権と諸権利を扱っているが、後にアメリカ合衆国憲法修正第十三条と第十四条で覆されることになった。は、奴隷として生まれた男であり、アメリカ陸軍のジョン・エマーソン少佐が1833年頃に購入した。元の所有者はピーター・ブローであり、おそらくスコットの生まれた1795年以来、 少なくとも1818 18年以降は所有していた。エマーソンは、イリノイ州、アームストロングとリレで3年間従軍していた。イリノイ州は自由州であり、スコットは、イリノイ州憲法の下で解放される資格があ。1836年、エマーソンは、当時のウィスコンシン準州、現在のミネソタ州に引っ越したが、ここも水ズり妥協とウィスコンシン州権限付与法の、 元で自由領土であった。スコットはそこにいる間に、奴隷のハリエット・ロビンソンに出会って結婚した。結婚は、法律的に契約を結ぶことであり、南部では奴隷にその権利はなかった。1837年10月、エマーソンは、ミズーリ州セントルイスに移動することになったが、スコットとその妻を賃貸にして、数ヶ月間ミネソタに残しておいた。スコットを賃貸にするということは、 奴隷制を意味し、明らかに、ミズーリー協定とウィスコンシン州権限付与法及び、北西部条例の下では違法であった。11月、エマーソンは、ルイジアナ州、ジェサップ砦に転属となった。翌年の2月、エマーソンは、イレーヌ・マディー・サンフォードと結婚し、スコット夫妻をミネソタから呼びつけた。スコット夫妻は、エマーソンとその家族に従って、 最初はセントルイスに続いてスネリング砦に移動し1840年5月までそこに泊まったその旅行中に自由州の境界をなす川の近くでスコットの最初の子供エリザ・スコットが生まれた1840年5月エマーソンはフロリダ準州でのセミノール戦争に駆り出されその妻と奴隷たちをセントルイスに残していったエマーソンは 戦争から帰還すると自由領土であるアイオワ順州へ移動したが、スコット夫妻を再び賃貸にしてセントルイスに残した。1843年12月、エマーソンは40歳で不慮の死を遂げた。スコットとその家族はイレーヌエマーソンの指図で次の3年間賃貸された奴隷として働いた。 1846年2月、スコットはイレーヌから自分たちの自由を買おうとしたが、イレーヌが拒否した。1846年4月、スコットは解放を求めて告訴した。その根拠はスコットが自由衆と自由順守に居住し、法的に自由になったこと、及びその後では奴隷に戻されるはずがないということで、あった。第一審ではスコットが実質的に勝訴した。 スコットは奴隷であることを裁判所に証明できなかった。判事は第二審を1847年12月に要求した。エマーソンは第二審をミズーリー州最高裁に広告したが、裁判所は1848年6月に広告を棄却した。第二審は1850年1月になってやっと開かれ、判決はスコットとその家族が法的に自由であるとした。 エマーソンは再び、ミズーリ州最高裁に広告した。この時点でエマーソンは、ニューヨーク州にいる兄弟のジョン・カイエー・サンフォードに、後半の責任者を振り返ったので、サンフォードが引き継いだ。ミズーリ州最高裁は、下級審の判決を覆し、スコットは奴隷であるとした。この判決は判例に沿っていなかった。ミズーリ州裁判所は一貫して、自由州に連れて行かれた奴隷は、 自動的に解放されるとていた。ミズーリ州裁判長、ハミルトン・ドーワン・ギャンブルは奴隷を所有しており、反対意見を書いた。ミズーリ州の判決は、セントルイスの州立連邦裁判所で議論された。1856年11月の大統領選挙、投票後、就任式前の次期大統領、ジェームズ・ブキャナンは、友人の連邦最高裁判事に手紙を書いて、 この裁判は3月の就任前に判決が出るかを尋ねた。ブッキャナンは奴隷制の将来を政治的議論の外に置くような判決が出ることで奴隷制問題に関する国中の不安を鎮める効果を期待していた。ブッキャナンは後に北部人の判事、ブッキャナン、トーニー、グリアの3人は共に出身であるを説得して判決が 党派的論争の延長上にあるような印象を与えないよう多数派意の側に加わるようにする裏工作に成功した。今日の常識から見れば、このような文書のやり取りは司法に対する不適切で一方的な接触とみなされる可能性が強い。19世紀の寛大な常識の下であっても、司法の場にいる個人に対する政治的介入は不適当と見られたであろう。 連邦最高裁判決は1857年3月6日に下された。裁判長のロジャー・トーニーは裁判所の見解を述べ、それぞれの判事が判決に賛成したか、あるいは反対意見を述べたかを付け加えた。全部で6人の判事が判決に賛成し、は、判決に同意したがその理由には同意せず、とジョン・マクレーンは異議を唱えた。判決はまずはじめに、 これが司法権に属するかを判断した。アメリカ合衆国憲法第3条、第2節第1項は、司法権は異なる州の市民間の紛争に及ぶと規定している。スコットは、アメリカ合衆国憲法が採択された時の用語の理解に従うと、憲法の意味するところのある州の住民ではない。それゆえに、連邦裁判所に告訴することはできないとした。さらにある人間が、 ある州の市民であるかは、憲法第三条の目的に照らして、厳密に連邦の問題である。このことはいかなる州も、州法の目的に応じて、ある個人に州の市民権を与えることができる、第三条の目的に照らして、ある個人に市民権を与えることはできないことを意味している。還元すれば、連邦裁判所は、連邦の憲法にある、ある州の市民という言葉を解釈するときに、 ある州が市民権を与えた個人に踏み込む必要はなかった。むしろ誰が第三条の目的に従ってある州の市民であるかを決定するのは連邦裁判所である。かくして水売り州がスコットを市民と認めたかは重要ではない。トーニーは次のように要約した。このことは次を意味していた。それゆえに唯一の関連する問題は 憲法が批准された時点で、スコットは第三条の意味する範囲でどこかの州の市民と考えられたかである。判決によれば、憲法の起草者はすべてのアフリカ系アメリカ人を次のように見ていた。判決はまた、不快の羅列を改陳し、スコットの生願を認めることの結果として生じる恐れを述べた。スコットはミズーリ州の市民ではなかった。それゆえに、連邦裁判所は、 この訴訟について公聴する権限を書いていた。しかし、裁判所が権限を書いていたという結論にもかかわらず、スコットは自由人ではないと結論づけた。スコットがしばらくミネソタに住んでいたとしても、そこが自由領土だと宣言したミズーリ協定が、連邦議会の法制化の権限を超えていたからであった。判決は、それら領土を獲得し、その中に政府を作る議会の権限は制限されており、 アメリカ合衆国憲法修正第5条で奴隷所有者が奴隷を自由領土に連れて入ったからといって奴隷所有者からその奴隷のような財産を奪う法律を排除していたことを根拠にした判断によっていた。判決はこの問題が法廷にかけられるものではないが領土議会は奴隷制を禁じる権限がないというところまで踏み込んだ。この判決は連邦最高裁が 議会の立法を意見と判断したことでは二回目のものであった。一回目はこの時より五十四年前のマーベリー・タイマティソン事件であった。反対意見を表明したカーティスは、一旦裁判所がスコット事件を公聴する権限がないと判断したからは、その取るべき唯一の処置は棄却することであり、その告訴に有利となる判断を下すことではないという根拠で判決の一部は、 不随的なものであると攻撃した。カーティストマクリーンによる反対意見は、判決が水売り協定とその効力を覆したことであり、そのどちらも事件を解決するためには不要であるとも攻撃した。また、憲法の枠組みを作った者たちは誰も、合衆国議会が連合会議によって制定された、北西部条例、あるいは北緯三十六度三十分より北では、 奴隷制を禁じる、その後の法律にある反奴隷制条項の採用に対して憲法を根拠にした反対をしなかったことを指摘した。さらにこれらの議論の中にアフリカ系アメリカ人が市民にはなれないという主張に対し憲法の根拠はないとした。憲法の採択の時に黒人は13州のうち10州で投票ができた。このことは彼らがその州の市民であるだけでなく、 合衆国の市民であることを意味したと主張した。この判決は奴隷制に対する論争的意味合いで通常を考えられているが、この事件の判決は財産権に対する重要な意味を持っていた。諸州は他の州のものに属する個人的財産を州法根拠に所有権を主張することができない。また所有権は法制が変わったからといってなくならない。 この解釈は裁判所の判断に共通であり、奴隷制に厳密に結びつけて解釈されしばしば見過ごされている。この判決は当時の多くの者が奴隷制を拡張する方向に進めたと考えた頂点のものであった。領土の拡張とその結果としての新しい州の加盟は、新しい州が奴隷州として加盟するにつれて、 昔からある水売り協定が北部での政治的力を失っていくことを意味していた。かくして民主党の政治家たちは水売り協定の撤廃を求め妥協を自然に終わらせたカンザスネブラス下法のなした1854年に最終的に成功したことになった。カンザスネブラス下法は北緯40度までの新たに加盟する州は奴隷州になるか自由州になるかを決定することを許した。 ここで、ドレッド・スコット事件により、トーニーの下の最高裁は新領土への妨げられない、奴隷制の拡張を許そうとした。トーニーは、この判決が今回限りで、奴隷制の問題を落ち着かせると信じたが、反対の結果を生んだ。それは、北部での奴隷制に対する反対運動を強化し、民主党を派閥で割り、南部の奴隷制擁護者の中の脱退首相者を勇気づけて、 さらに大胆な要求をさせ、また共和党の勢力を強めた。奴隷制に反対する者からの判決に対する反応は激しいものであった。オールバニー・イブニング・ジャーナル紙は国が石を築いた自由の原則に対する攻撃であり、自由州に対する奴隷修勢力の勝利として判決を非難するときに二つの主題を結びつけた。 この編集者は、好戦的な注釈を加えて、文を終えた。多くの奴隷制度廃止運動家及びいくらかの奴隷制擁護者は、この問題が続いて起こる裁判に持ち上げられれば、すぐに、諸州はその教会内で奴隷制を禁じる権限がない、その領域内に入ってくる奴隷の解放を定める、州法、あるいは奴隷制を禁じる州法は共に違憲であると、する準備ができていると信じた。 エイブラハム・リンカーンは1858年6月16日、イリノイ州スプリングフィールドで行った分裂した英演説、ハウス・ディバイデド・スピーチでこの危険性を強調した。次のドレッド・スコット判決の恐れは、奴隷制が当時の境界内に収まっている限りは、奴隷制を認めて満足していた北部の多くの者に衝撃を与えた。 さらにスティーブン・ダグラスのような北部の民主党員を難しい立場に置いた。民主党の北部派閥は人民主権の旗の下に1854年のカンザスネーブラスカ法を支持し、議会がそれらの領土への奴隷制の拡張を禁じなかったとしても、そこの住人が領土議会でそれを禁じることができると論じていた。ドレッド・スコット判決はそれができないことを正面から規定していた。 たとえ厳密に言ったとしてもその問題は法廷に持ち出すこともできなかった。ダグラスは法廷の判決に直接反論せず、その自由原理で障害に打ち勝とうと試みた。ダグラスは、たとえある領土が奴隷制を禁じることができないとしても、地元の治安組織が奴隷制を守ろうとしなければ制度そのものが定着し得ないと主張した。この原理は、 北部民主党員の恐れを和らげたが、同じ過程から異なる結論にたどり着いた南部民主党員には全く受け入れられなかった。彼らが論じるように、もし敵対的な領土政府がその権利を守ることを拒むことで、領土内に奴隷を連れてくる権利に反対できるならば、連邦議会はすべての領土に連邦奴隷法を制定する干渉を行うにいないというものだった。 南部民主党員はもし連邦議会がそうしなければ、脱退するという脅しを結びつけた。同時に民主党は共和党を無法な反乱者と特徴付け、この国の方として最高裁の判決を進んで受け入れようとはしないことで国の分裂を生もうとしているとした。北部の奴隷制に反対する者の多くは、ドレッド・スコット判決を拘束性のあるものとみなすことを拒むために、 法学的な議論を提案した。裁判所の判決は、連邦裁判所がスコットは、ミズーリ州の市民ではないために、スコット事件の向上をする権限がないという命題で、始まっていたとした。それゆえに、ミズーリ協定に関する判断は不要、すなわち、司法の判断権を超えているであり、無効、すなわち暴論に過ぎないであると論じた。ダグラスはこの立場に立つリンカーンを攻撃した。 ダグラスは次のように論じた。南部の奴隷制擁護者はさらに進んで、判決は合衆国の存続のために、基本的なものであると主張した。リッチモンド・エンクワイアラー氏は次のように書いた。しかし、奴隷制の支持者の中に判決を合衆国内での、その権利を擁護したとみなす者もいた一方で、共和党員が非難するように、国中に奴隷制を広げる、 単なる一歩とみなす者もいた。彼らは奴隷を所有する権利と所有者が選ぶどこへでも、奴隷を連れて行ける権利に対する制限は違法である。確信し、次の10年で、ボストン顧問で奴隷の競りが見られると、誇らしげだった。これら南部の急進派は民主党を割る用意があり、その後の出来事が示すように国を割る準備もできていた。著名な。 アフリカ系アメリカ人で奴隷制度廃止運動家のフレデリック・ダグラスは判決が違憲であり裁判長の理由づけは合衆国創設者の理想に反していると考え政治的な紛争は避けられないと認識した最高の権威を持っている者が意見を述べた最高裁の意見は国民の良識に厄介な波を送ったしかし私の望みは今ほど明るくなることはなかった 国民の良識がこのような明け透けで目につき、恥ずべき嘘の手形によって眠りにつかされる恐れは感じていない。スコットの最初の主人ピーター・ブローの息子は1857年5月26日にスコットとその家族の解放を買った。スコットは解放から1年4ヶ月後の1858年9月17日に結核で死んだ。 チャールズ・エイバンズ・ヒューズは最高裁長官に任命される前の1927年に最高裁の歴史について書いており、ドレッド・スコットの事件を自らに課した傷とし、それから回復するために少なくとも一世代を要したと述べた。妊娠中絶反対の運動家にとって、老体、ウェイド事件はドレッド・スコット事件の判決に近い意味合いを捉えた。 こう考える人々にとって、この二つの事件は、ある集団、ドレッド・スコット事件では、アフリカ系アメリカ人、ロー事件では、タイ児が憲法の保護を受けていないと主張すること、及び政治的な事項に裁判所による不必要な干渉があったことで似ているとしている。忠実賛成の者は二件の間の関係は、極解だと言っている。ロータイ、ウェード事件は、 胎児が人間であるかという点に焦点があるのに対し、ドレット・スコット事件の判決は、スコット氏が人間で、あことを認めたが、彼は、アメリカの市民ではないとしたのである。しかし、妊娠中絶反対の主張者は、ドレット・スコットの市民権の問題が彼の人間性に、関する、裁判所の考えに密接に結びついていたの観察で、反論している。トーニーによって表された。 裁判所の判断は、アフリカ系アメリカ人が、劣等な階級の存在であり、それだけ劣っていれば、権利を有しない、とみなした。黒人を、劣等な階級の存在と判断することで、裁判所は彼らの人間性を全面的に否定した、ことを示している。保守的な法学者は、さらに、両判決が、実体的適正手続きによっていると指摘する。すなわち、 その批判に対してある憲法の規定の広い見方と司法制度によって使われた権力を表しているとする原理ある。この原理の下でアメリカが衆国憲法修正第5条と14条の生命、自由、あるいは財産条項は生命、自由、あるいは財産を不適正に奪うこととなる法律を無効にする権利を司法に与えていると解釈される。 中絶が憲法で守られているという老事件の判決主文は最終的に1992年前述の自由の中にあると位置づけられた。奴隷のドレッド・スコットは裁判の多数意見に従えば財産を憲法に沿って守ったことになった。この主張に対する批判者は判決が憲法について同じ方の厳密な解釈によって なされたのであり、老事件を覆すためには必要となると指摘している。これらの判決で最高裁の判断は憲法が奴隷制を容認しており、憲法の立案者は市民の権利を奴隷まで拡張する意図がなかったことに焦点を当てていた。それゆえに、これを変えようとするためには憲法の修正が必要となる。この見解は憲法修正第13条と、 第十四条の通過時に適用された。保守的な法学者の中には、ドレッド・スコット事件と、老体、ウェード事件のもう一つの類似性が両判決とも、国民の論争、ドレッド・スコット事件では、奴隷制ロ老事件では、忠実を解決しようとしたところにあると言っている。意図せぬ結果として、論争は逆に書き立てられ、ドレッド・スコット事件では、南北戦争に、老事件では、 連邦裁判官指名の政治問題化に行き着いた。これらの比較は、深遠なものではない。家族計画対、KC 事件、1992年では、老事件の中心判決、中絶は憲法で守られているというところを取り上げ、スカリア判事は次のように、ドレッド・スコット事件に比較して、老事件判決を覆したい、他の判事3名に同意した。スカリアは、 ドレッド・スコット事件判決が奴隷制の問題を解決するというブキャナン大統領の誤った予測と、労裁判の判決が忠実の問題に決着をつけるという誤った期待との比較に踏み込む。この類似は、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が2004年大統領選で2回目の討論の時に最高裁人事について問われた時の次の答えで広く認識されるようになった。 ドレッド・スコット事件はおよそ一世紀半も前にアメリカで廃止された奴隷制の問題を扱った裁判であったのでこのコメントはいくらかの観測筋を悩ませた解説者の中にはブッシュの回答をむしろ歴史の細かいところを奇妙に取り上げたと考えたしかしこの声明はブッシュをして中絶反対論者に直向きなメッセージを送らせたと感じた中絶反対論者は それが、老体、ウェード事件に対するベールを被った攻撃であり、判決を覆すことを示唆するでもなく、他の考え方を遠ざけていると理解できるからである。このコメントは明らかに大きなポイントを示唆しているので、混乱させられた者もいた。修正第十三条の成立前の憲法は一般に奴隷制を許可していなかったというのは嘘である。憲法第一条、第二。 西施説第三項、割当ては次のようになっている。この情項に、奴隷制という言葉は見つけられないが、年期暴行のものを含み、税金を払わない、インディアンを除外するということで、残るものは奴隷のみであり、その人数の五分の三を、大議員の数や、税金の割当ての際に使用するということである。これを五分の三妥協と呼んでいた。最近の対テロ戦争に関連して、 アメリカ同時多発テロ事件以後と、その結果としての紛争や、特別の演出で捕まった、不法戦闘員、その多くは、グアンタナモワン収容所や、他の秘密の場所に収容されているについて、スコット事件と似たところがある。人身保護の権利は捕まった者には認められておらず、それゆえに他ならば適用される憲法の保護も、与えられていない。ハム団体。 ダムズフェールド事件では合衆国最高裁判所が捕まえられた囚人を裁くために適用された軍事委員会は合衆国憲法、軍事司法統一法典やその他の国際法及びジュネーブ条約に照らしして違法と判断した。この判決はハムダンがまだ裁判所か軍事法廷かあるいは裁判所のような保護のある手続きのどれかで審判を受けなければならないことを意味した。 このことは敵の戦闘員の人身保護請願が適当な裁判所の権限内にあることを意味した。判決は大統領の軍事委員会を召集する権限の範囲にも及び、その考え方が戦闘員に対する最小の保護策として署名国の領土内にある規則に沿って作られた裁判所で審判されるべきとし、ジュネーブ条約第3条に違反しているとした。創設された。 軍事委員会はこの要求に合致せず、ハムダンの審判には使えなかった。最高裁は大統領がそのような委員会を招集する権限がないとし、そのような可能性は連邦議会にあるとしたので、連邦議会は2006年の軍事委員会法を通し、2006年10月17日に署名されて発行された。このやり方でブッシュ大統領は、 軍事委員会の考えを捨てることなく、通常の裁判処方司法権限を回避することで、判決に従うことができた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。